でしょうか。はい、オーバースケールサマーライブ2017その考え古すぎるわ。ただいまの演奏をもちまして2部の方が終了いたしました。はい、今まで皆さんご覧いただきましていろんなことを感じていただいたと思います。はい、一部はですね、エンジンズさんのですね、あの一糸乱れる素敵なダンスね、皆さんもね覚えてきたなあんあんあんという感じなんですよね。はい、はい、あのそうですね、その後はフラジオレットさんの素敵な、ね、アポロシアター顔負けの演技いかがだったでしょうか。はい、けど20分ぐらいあってね、あれ覚えるだけでも大変なんで、ね、僕には絶対できないんですけども、はい、そうで2部ですね、皆さんお気づきになりましたでしょうか。今回かなり照明をね力入れているということで、はい、あのいろいろこうなんかすごい安っぽい歌謡番組みたいな感じもね、すいません、あのそういうつもりで言ったんじゃないんですけど、素敵な、はい、素敵な雰囲気を、そうですね、めっそうございません。はい、そういうね、いろいろちょっとなんでこんなこと言ってしまったのみたいな感じなんですけども、ね、皆さんなりにお楽しみいただけたら幸いでございます。はい、まあ、ここはですね、ここでは、サマーライブを今回作り上げてくれましたですね、ダブルプロデューサー、2人のプロデューサーを、紹介していろいろお話聞いていきたいなと思っております。はい、では、今回のサマーライブのダブルプロデューサーの方どうぞ。はい、どうも。はい、こんにちは。今回ですね、ダブルプロデューサーの一人であるジューシーこと村上智也くんです。大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。はい、ということですね、どうですここまで終えてみて感想といいますか。そうですね、はい、これは僕は真面目に喋ってよろしい。どうぞ、はい、そうですね、僕今回プロデューサーやらせていただきましてですね、まあ、本当に初めての経験ばっかりでした。で、まあ、最初にですねライブのプロデューサーをするってなった時に、まあ、ちょっとね皆さん疲れてるんちゃうかといろいろ思いまして、今回のライブはもうなんかもうアカペラライブに来たとかもそんなこと一切忘れて、とりあえずこの今の空間をね楽しんでもらおうという思いでやってきました。でいろんな人に助けられてなんとか今日までやってこれてよかったです。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。すごい感じます。肉汁がすごい出てます。うまみ成分でございます。ありがとうございます。で、あ、で話をしてますとですね、あ、どうもこんにちは。もう一人のプロデューサーでございます、ゆめちゃんこと西浦ゆめさんです。はい、お気持ちお願いします。では、ゆめさんにお聞きしますけど、今回のライブ作ってみてどうだったでしょうか。いや、本当に初めてプロデューサーをするっていうことで、もう右も左もわからないみたいな状態だったんですけども、サークルにも支えてもらい、いろんな人に支えてもらって、まあ、素敵なライブができたんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。はい、ということですね、はいはい、ここまで来ましたけど、残るは全体曲1曲のみとなりました。はい、サークルの皆さんでね、素敵な全体曲にしていただきたいなと、はい、思っております。よかったらちょっと入りますか。僕らも夏仕様で、ね、楽しんで歌います。あ、大丈夫です。あの、僕は今回司会という役でここに見させていただいてますので、あの歌の方はサークルの皆さんで頑張っていただいてっていう感じで。全然全然、いやいや、ほんまにいいです。もうサークルの皆さんで全体曲歌っていただいて、そのため何ですか、これ。よっ、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 よI'm not afraid to die.
Thank you.